英語の勉強してると発音に自信が持てないだったりとか、発音ってどこから手をつけていいのだったりとか、ネイティブが何言ってるのか全然わかんないみたいな悩みを抱えることって多いですよね。 Welcome to our channel Get a Language Online 講師の左半身でございます。発音に自信がついて、さらにリスニングまでできるようになるってなったら最高じゃないですか。実は恥ずかしながら私も大学1年生の時まではめちゃくちゃカタカナ英語だったんですよ。外大生なのに。当然クラスメートからは最初笑われましたし、真似もされました。でそこで悩みながらもがきながら、どうやったら綺麗な英語になるんだろうって自分なりに練習していくことで、まあ最終的には発音をブラッシュアップすることはできたんですけれども、かなり正直なところ遠回りをしました。発音改善方法っていうのは今だともう YouTube で発音改善とかってタイプするだけでいろんな YouTuber さんが教えてくれますよね。でも私が大学生の時っていうのはそこまで YouTube に情報は多くなかったんですよね。で皆さんにはこれ以上私みたいに遠回りをしてほしくないので、この動画はリスニングが苦手な人、発音に自信がない人っていうのはぜひ最後まで見てみてくださいね。最後まで見ていただくと小さなプレゼントも用意してますのでぜひお付き合いください。さあ実はですね、この発音改善、リスニングができるようになるためにすることっていうのは非常にシンプルなんですよ。隙間時間でできる英語の学習アプリサイトラ、英語の語順感覚を身につけて英語のを鍛えるサイトトランスレーションを今なら無料で学習することができます。サイトラアプリで検索するか、この動画の概要欄のリンクをクリックしてダウンロードしてくださいね。この発音改善、リスニングができるようになるためにすることっていうのは非常にシンプルなんですよ。基本の音を学ぶ、真似をする、フレーズ、語彙力をアップする、この3点なんです。一つずつ解説していきますね。まず一つ目の音を学ぶっていうのが一体どういうことかっていうと、これはアルファベットのことなんですけれども、これ意外とみんな避けるんですよ。なんでかっていうと、一回小学校中学校でやってるんですね。で単純に文字の発音の練習って面白くないんですよ。でなんで一回習ったのにもう一回やんなきゃいけないの、バカバカしいって思っちゃうんですよね。わかります、私も避けてましたので。でもこれを避けてるといつまで経っても自己流のアルファベットでジャパングリッシュになってしまうので、発音改善どころかリスニングも聞こえないんですよね。なのでめんどくさいと思うかもしれないんですけども、アルファベットの発音の勉強っていうのは不可欠です。今回は勉強法の動画なので発音についてめちゃくちゃ詳しく解説するっていうことはしないんですけれども、一旦ね、ああやっぱりしなきゃいけないなとは思ってほしいので例を出したいと思います。例えば誰もが苦手な R ありますね。口の形っていうのを身につけてしまえば、考えてなくても無意識に R ができるようになるんですよ。そしたら今まで日本語の発音でやってたラリルレローが R になるので一歩前進ですよね。26分の1前進したことになります。まあ細かく言うと。で例えば R の口の形の話をすると、うっていう口をするんですね。タコとかアヒルみたいな感じで尖らせます。で舌先をちょっとだけね、口の中で浮かせるんですよ。前歯があって上顎があったら舌がこうあるじゃないですか、寝てるじゃないですか。これをちょっと上げるんです。見えますかね、この状態ですね。このこもった音っていうのが出るように何度でも練習してみてください。でもしこれが今できたとしても、これは残念ながら今日だけです。めっちゃ意地悪なことを言ってるかもしれませんが、人間ってねすぐ忘れちゃうんですよ。スポーツだって今日上手に、じゃあテニスでボールが当てられたからって1週間後何もせずに同じように上手に打てるかって言ったらそんなことないですよね。常に練習が必要になります。スポーツと英語の練習っていうのは非常によく似てるので、毎日が鉄則だと思ってくださいね。で癖づくまで、例えばこの R の発音を今習得しました、癖づくまでどれぐらいかかりますかっていう話なんですけど、最低1ヶ月は練習してほしいんですね。で一旦習得してしまえば自転車と一緒で、ある程度時間が空いても無意識に R の発音ですることができるんですよ。最初だけです、しんどいのはね。でこの音だけ練習してもらってもいいですし、その後は
まあね、やっぱり単語単位でも練習した方がいいので、 R の入った単語っていうのをいろいろねリストアップしてやってみてください。例えばこれを一緒にやってみましょう。今から上から順番に読んでいってくださいね。 Rabbit Ribbon Rule Red Road。 言えましたか？これ実はお気づきかもしれませんが、ラリユレロを R バージョンでやってるんですね。で、なんでこういうことをするかっていうと、 R の音、口の形ができる人っていうのは結構多いんですよ。でも無意識に RO の時だけ舌が上にくっついて日本語っぽくなっちゃったり、 RU の時だけ日本語になっちゃうみたいな人も多いんですね。なので全部の音っていうのをまんべんなく練習する必要があります。例えばこれで R が改善されたとします。R だけ改善しただけなのに、もう聞こえ方っていうのは変わるんですよ。例えばですよ、何も変えないバージョン、 I don't know about the rules I don't know about the rules。 後者の方が R しか変えてないのにちょっと上手に聞こえませんか？もう全部をね、今平坦に日本語のアクセントでやったので、そんなに上手さは聞こえないかもしれないですけど、 rule だけでも綺麗な英語で言えてたら上手に聞こえるんですよ。これは1個 R の事例を出しただけなので、音を一つ一つ改善して全部の音が綺麗になった時っていうのはもうかなりかっこよくなりますし、もう音が分かっているので聞く力っていうのもついてくるんですね。さあこれで、まあ、アルファベット、要は音の改善っていうのができるわけです。次にやることはネイティブの音声をひたすら真似します。もう本当に文字通り literally 真似するだけです。この真似をする時のポイントっていうのは、頭の中に英文も英単語も浮かべないでやってほしいんですよ。なんでかっていうと、浮かべた瞬間に自分の知ってるアルファベットで喋っちゃうからなんですね。で、イントネーションもこうだろうと思って喋っちゃうんですよ。なのでもうピュアに何もわからないまんま音だけ真似してみてください。聞こえたまんまです。で、音がちゃんと本物に近くなってきたなと思ったら、初めて英文を確認してみてください。あ、こういう風に言うとき、こんな私イントネーションなんだな、こんな音なんだな、ここつながってるんだなっていうのがだん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 身についてきます。先日私は日本語も教えてるので、日本語学習中の生徒にやってみたんですね。私の聞こえたことそのまんま真似してください。私はあえて意味も文字もあげませんと。めちゃくちゃ綺麗に真似できました。で、めちゃくちゃ綺麗に真似した後にもう一回意味の解説して音聞いてもらったら、やっぱりすごく聞こえるんですよね。英語でも一緒です。なのでまずはピュアに何もない状態でしっかり聞いてみて、そのまんま真似する、で意味っていう順番をちょっと変えてみてください。これで独特な英語のリズムっていうのにも慣れていくことができます。例えばね、英語のリズムっていう話でいくと、英語っていうのはもう皆さんお気づきかもしれませんが、単語単位では発音しません。分かってますよね。分かってるけど、じゃああなたが英語を考えながら話すときどうなってますかって言ったら、ほとんどの人が単語単位で間を空けてしまうんですよね。例えば以下の文章があったとします。どちらが上手に聞こえるか聞いてみてくださいね。 I went to the supermarket and I bought a lot of fruit. I went to the supermarket and I bought a lot of fruits. 一個変えただけです。何変えたかって言ったら、間をなくしただけですね。それでもちょっとだけ後者の方が流暢に聞こえませんか？ここにちゃんとイントネーションも加えるともっと変わってくるんですけどね。例えば I went to the supermarket and I bought a lot of fruits。 間入れることなく言いました。これにイントネーションだけ、音の改善まだせずにやってみると、 I went to the supermarket and I bought a lot of fruits。 発音自体は変わってないのに上手に聞こえませんか？強弱がある分ね。っていうことなので、強弱、英語のリズムっていうのも非常に大事なものになってきます。もちろん音の改善もしてほしいですけどね。なので、まあ、音の改善をしてこの独特なリズムに慣れてくると、英語はめちゃくちゃ上手になりますし、それだけじゃないです。脳科学的に自分の言える音っていうのを聞こえる音になるので、言える音が増えれば増えるほど英語はびっくりするぐらい聞こえるようになります。もうこれは脳科学的にそうなんです。自分が知ってることは言える、知らないことは言えない、聞こえないっていう話なんですね。じゃあ実際にどうやって音をコピーするのか、ちょっとお見せしますね。 Apparently they're pretty good seats. Hey guys, what should I wear to a Knicks game? この繰り返しです。
しっかり音がコピーできたら初めて英単語意味っていうのを確認してみてください。意味はどうしても知りたかったら先に日本語字幕で見てもらって英語の字幕は見ずにトライするっていうのも全然ありです。でもその時もあ、これってもしかしてこういう英語かなっていう推測をするんじゃなくって、もういきなりピュアな状態で音を真似するっていうところを意識してみてくださいね。ちなみに私のおすすめのドラマっていうところでいくと、フレンズ、フルハウス、フラーハウス、これあのフルハウスの大人バージョンですね。でビバリーヒルズ青春白書、まあほとんど全部古いんですけど、あのなぜかね古いドラマの方が皆さんクリアに喋ってる感じがするんですよね。なのでおすすめです。ですがまあいろんなアクセントを聞き取れるようになりたいっていう場合は、例えば来年オーストラリアに留学しますみたいな場合っていうのは、オーストラリアの英語に慣れておく必要があるので、これをもちろんのことながらオーストラリア英語を使ってやるわけですね。また聞いて、ピュアに聞いて、英語確認して練習してってすると、それぞれのアクセントになれることができますよ。さあそして最後の3つ目なんですけれども、これはフレーズ力、語彙力っていうのを上げるっていうお話ですね。もう耳にタコなんじゃないかなと思います。以前に当チャンネルでも語彙を増やす大切さっていうのは動画でお話をさせていただいたんですが、当たり前ですよね。だっていくら綺麗にこの2つをやってね、めちゃくちゃ綺麗に英語が聞こえたからって全部その単語知らなかったら意味わかるわけないですよね。意味がわからないってことは聞こえてないのと一緒なんですよね、旗から見たらっていう話です。なので語彙力っていうのはあればあるほどいいんですよね。もう正直なところをお話ししますね。私は今ワーキングホリデーでニュージーランドにいるんですけど、もう1年経ちました。未だに毎日毎日知らない英単語が出てきます。もうこっちで働いて、でいろんなニュージーランド人と関わってても、まだ出てきます。毎日出てきます。これは大げさじゃなくて毎日出てきます。トイックも900点超えてます。ドラマとか映画っていうのはもう日本語字幕つけてません。それでもやっぱりわかんない単語って出てくるんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、語彙学習に終わりはないと思ってください。でもうもちろんのことながら、だからやりすぎってことがないんですよ。もうこんだけ単語勉強したから単語いいかなっていう人結構いるんですけど、そんなことはないです。一生勉強してくださいっていう話ですね。で、例えばもうルールを決めちゃうのがいいと思います。歯磨きレベルに落とし込めたらいつまでも続くと思うので、もう習慣化してください。1日10個って決めたら、どんなに酔っ払ってても10個やってみてください。これができるようになるとかなり英語力っていうのは伸びるんじゃないかなと思います。であともう一つ大事なのが、ドラマの真似をしている時に、あ、この表現を覚えたいなみたいなのが出てくると思うんですけど、その場合はぜひメモってください。メモるだけじゃダメなんです。使ってみてくださいね。私は日本に住みながらたくさんのネイティブ表現を覚えました。これはちょっと自慢です。でその覚えたネイティブ表現の8割方っていうのが、別にオーストラリアに留学8ヶ月行ってたんですけど、その時に学んだものではなくって、単純に私の大好きなドラマフレンズから学んだものだったんですよね。もうなので日本語字幕をフル活用してやってもらうといいかなと思うんですけど、日本語字幕で見ます。で日本語字幕って、まあ、日本人が使うような表現に置き換えられてますよね。でそれでその時の英語って何だったんだろうって調べますね。英語字幕に切り替えたら分かりますね。で、あ、こういう時こう使えるんだ、じゃあ次今度やってみようってなるわけじゃないですか。でやってみてください。ここまでがセットですね。これを繰り返すことによって自分のものになっていきます。メモするまでは自分の英語じゃありません。使ってみて初めて自分の英語になります。さあというわけで、使ってみる機会がないっていう人もいると思うんですけども、もう独り言でもいいですし、あとは妄想でもいいですよ。というわけでぜひ使ってみてくださいね。今回は発音改善、リスニングができるようになるための秘訣っていうのを3点に絞ってお話をさせていただきました。まずは基本の音に立ち返ってアルファベットの音の練習を徹底的にする。で2つ目はドラマとか映画、 YouTube でもいいんですけどを使ってネイティブの音のモノマネをする。で3つ目がフレーズ語彙力を増やすっていうところですね。もうめちゃくちゃ果てしないと思うかもしれないんですけど、語学学習って基本的に忍耐のいる果てしないものなんですよ。そんな英語学習が少しでも楽しくなるように、ゲラ英会話ではこれからもためになる、クスクス笑えてほっこりできる動画をアップしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録、いいねを応援の意味でよろしくお願いいたします。実はですね、公式の LINE アカウントに登録していただくとお得な情報がいっぱいゲットできます。
概要欄からゲラの公式 LINE を追加していただいて、今回は発音のコツと送ってください。発音の練習に必要な単語リストをプレゼントさせていただきます。ぜひ一緒に頑張って英語を伸ばしていきましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。 Thank you very much for watching our lesson. See you in our next video. Bye for now.